この大学教育ね。はい。えー、ここに書いてあるんだけどもね、その、その、教養重視じゃなくて、スキルにももっと力を入れてほしいと。はい。っていうのは、もう現実に、僕たちが若い頃は、若い先生だからいいやって認めて、まあ、許してもらえるって結構あったでしょはい。子供喜んでるからと、授業下手でもと。はい。はい、今は、例えば、 若い先生だろうが、ベテランだろうが、一定のレベル以上の教育をしてほしいっていうニーズがあるんですよね。はい。ということは、大学もやり方を変えてくれないと、うん、ダメで、で、結局今何やってるかというと、教員の資格のない人に、を現場に立たそうとしてるんでしょはい。こんな、あの、デタラメなことを <laughs> やってたんでは、現場は僕は大変だと思う混乱するだけだと思う。えー あと、あの、奨学金返還しなくていいとかね、それお金の、お金の問題とスキルの問題は別なんですけどね。だから、この間の人柄の話に戻るけど、まあ、あの、全く大学、あの、教育技術系について、ど素人でも、あの、人格者であれば子供をやれるっていうふうに思うほど今の現場って簡単じゃないよね。はい。発達障害への理解は当然いるし、パソコンも使えなければいけないし、はい、親の対応もあるし、 ね、地域との付き合いもあるし、えー、専門性を持ってもらわないとやれないと思うけどね。村野さんはでもだって、院に行ったでしょん教員養成課程についてはどう思う大学院行ったでしょああ、大学院行ったのはもう教うん、あの、教師をして、本当の最後の3年ぐらいですからね。うん いや、あの、昔を知らないんですけども、基本的にはあんまり変わんないですよね、うん、教えられることは。だから、まあ、単位を取ろうと思ってね、ちょっといろんな事情があってう、年を取ってから大学院まで行ったんですけども、まあ、あの、個人的にはね、勉強になって楽しかったんですけども、まあ、それを学生さんがね、あの、若い人が、 勉強して、それを持って、その職場に来たときに、それがどのくらい使えるのかなというのは、やっぱり感じますよね。逆に、こう、経験をしてて、大学に行くんだったら、なんかすごく学ぶものはありましたね。うん、すいません、話が全然違う。<laughs> ね、いやいやいや、やっぱ経験、現場経験必要ですよね。現場経験はやっぱり、はい、うん。現場経験を持って、大学に行くのとね。 何もなく行ってたとは違うと思います。う,うん。ですから、あの、大学出てすぐ、あの、担任持ったり授業、うん、授業持ったりするんじゃなくて、1年間インターシップ制っていうのを私は提唱してるんですけどね。うん、そこでやってみて、あやっぱり会わないからやめようかなっていう選択肢もね、ありだとあ。そう、そう、そうなると、やっぱりあの、心を病む先生も減ると思う。そうそう。ある意味非常に特殊な職種なので、会わない人絶対いるよね。 逆にどんぴしゃで会う人もいるしね。でも、最初に担任、まあ、担任だとしてね、最初に持った子どもたちとの相性ってのはやっぱりありますからね、難しいですよね、1年で辞めちゃうのはね、まあ、頑張って3年、4年ぐらいやって、判断してもらえたら一番いいと思うんですけどね。東京は、まああの、風のおばさんに聞いたんだけど、もうだから夏休みまで持たない先生が結構いるんでしょ そうですね、うちの家内が、私が退職してから2年間教員をしてたんですけども、2年かな、そのう3年か、2年か、まあ、その間もその同じ学校の同じ同僚の先生が、えー、辞めちゃうとかいうのはよくありましたね、うんで。やっぱり5月、意外と夏休みまで持たずに辞めてしまう方がいらっしゃいましたね。<laughs> あと、夏休みに入ったら、あの、校長先生に向かって、あの、3月で辞めますっていう先生もいます。<laughs> だから、あの、向く向かないもあるし、労働環境の問題もあるし、だから、向いてるんだけども、労働環境が悪すぎてっていうところを何とかしてほしいし、あの、本当は向いてるんだけども、スキルを持たないために苦しんでる先生もいるんでしょう もう9割以上そうですよね。スキル持たないから。水野先生の話によると、授業技量がない人ばっかりだっていう話ですからね。うん、いやそうですよあの。自然に授業中教室で歩けないとか、紙持って授業するとかね。<laughs> 声が張ってないとかね。そういうレベル。<laughs> ここで、あの宣伝あの、あの、番宣ですね。あの、3月31日でしたっけそうです。<laughs> ライブ、えー、あコラボライブをやりますので8時からですね村野先生のチャンネルから入れるということだけそうです、ね、村野先生のチャンネルにアクセスしてください、はい、講座の案内です学級経営の基本、えー、令和6年3月29日金曜日午後8時から午後10時ズームで開催します、えー、参加費は1000円ですたくさんの先生の参加お待ちしております YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。